ちは、松島理恵です。これね、これジュセッペ・ヴェルディのなんだっけ、ベスプリ・シチリアナ、ベスプリ・シチリアナ、シチリアの夕べって日本語で訳すのかな。ベスプリ・シチリアナね。ベスプリっていうのは、夕方の祈りとかって言って、これはキリスト教から来てるんだけど、今もね、神父さんとか修道所の人とか、あと一般人の人も夕方お祈りすることをベスプリと言います。ベスプリと言います。実際にねやってますよ。で、ベスプリシチリアナだから、シチリアナっていうのはシチリアね、シチリア、シチリアはどこにあるありますか。シチリア島はとてもいいところなんだけど、移民がとってもいっぱい入ってきて、とても嫌だよ。これイタリアのニュースね。昨日も何人入ったかな。毎日黒人さんたちが、黒人さんたちって言っちゃダメね、黒人さんたちって言うとお差別用語なんだって。アフリカ人と言うんですって。アフリカ人の人たちがいっぱい入ってきてます。あれだけ入ってイタリアにいっぱいどこに行くのかなと、とっても不安です。そのね、シチリア地図で見てください。イタリアがこう靴の形したイタリアで、南に行くとシチリアが島ね、島があってイゾラって言うんだけど、そこの下もアフリカです。アフリカ、そこからいっぱい入ってくの大変だよ。で、その人たちが悪いこといっぱいしてるの当たり前だよね。それなのにね、イタリア政府はその人たちにスマホを与えて、それからその無料のチケットを与えて、その何食堂、移民たちが行ける食堂っていうのがあるの。そこに行って無料で食べられて、で、そういう、ね、待遇がすごいんですよ。待遇なんだかよくわからないね、ひどいなと思います。で、まあ、いろんなちょっと話ちょっとそれちゃったけど、それのベスプリ・シチリアーナ、シチリアの夕べというオペラのエレナの役のアリアです。でね、これね、結構なんていうのかな、南極なんで、南極っていうの難しい、対極か、南極だって対極なんですよ。対極で、なぜならばこのね、初めの音符16分音符が3連符になってて、ここね、アジリタって言うんだけど、早くパパパっていかなきゃいけないところだよね。聞いてると分かるでしょ。で、このレのシャープからファまで登っていくのね。ここなんだっけ、アルペジオ、アルペジオ の練習みたいだと思ってください。なかなかね、この音程をうまく取れないっていう人からの相談があります。これね、皆さんは音程をドレミファソファミレドってしっかりまず取って練習なさってると思う。それはね、いいことなんですよ。だけどこれね、ちょっとね、崩れていっちゃうからね。っていうのは、この曲がどういうふうな構造でできてるのかっていうのがわからないと、うまくいかないで、ブロックして途中でね、行き詰まっちゃうんです。だから、例えばこういうアルペジオの音程の音階練習をしてみてください。レのシャープが始まって、これは普通のね。で、これに半音下げてレのシャープ、レのシャープとミの、ミの普通のミのナトラレっていうんだけど、イタリア語でそこの関係だから、半音の関係、これの半音の関係だから、だからこれをしっかり勉強してください。歌の
人たちもそのピアノの人や楽器の人のように音階練習を勉強してくださいよ。そうすると音の、あの取り方がとても早くなりますから、楽譜の通りに弾いて歌ってってやってるのもいいけど、それはあの初めの一段階でいいんだよ、とても。だけどそこだとトップしちゃうから、そうじゃなくて今度はこの音楽がどういう構造でできてるか、何調でできてるのかっていうのを一小節ずつ勉強してみてください。だからここだと今暮らしの意味で出しなさファンに、なんだっけ、A ドアになるよね。ミの音を覚えててください。ミの音、なるから、まずこれが一つの、 あの 箱だと思ってね、ミソシミシソミってやんだ。で今度はあのファ言ってください。これだとなんかあのマイナーになるでしょ。ミソシミモミシソミ、こうやって耳を訓練してってくださいよ。半音ミソシミシソミ、これが分かったら、これに今度はミから半音を下がるんです。レのシャープ、こういう風にして、ジュゼッペ・ヴェルディが書いたこの、 あの楽譜のもとにこうやってその楽天的なあの音を取る練習を工夫してやっていくと耳が鍛えられて、あのとても勉強しやすくなりますから、この楽譜が書いてある通り何千回何万回ってやってもね、あのダメですよ。ダメじゃなくて、そういうふうに勉強してうまくいく人もいると思う。だけどそうじゃなくて、 音階でどういう調になってて、どういう音の仕組みになってるのかっていうのを分かっていくと、とてもあの自分で練習してて役に立つし、深い音楽の表現ができますから。でここはそういう風になっていくの。ミのナトゥラレから半音下がってレのシャープになって、それからミオクターブのミまで行って、そこからまた半音上がる。これだけのことなんですけど、レのシャープファのナトゥラール、この中でこの音楽が、このメロディーが2小節の間でできてるっていうこと。だからものすごくあの覚えやすい、頭でね、音が。それにがあの音符、じゃあ、じゃないの、イタリア語をつけていきます。ここのね、インテルバリーって音程の関係、きちんと勉強してくださいよ。音程が悪いとね、あのずるずるいっちゃうから。次は、あ、からで。こうなるか、ミシドラミーケ、あーミーケって言ってるんだけど、ミーケミーケミーケで、まずゆっくりやってから、ミーケ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 ミゆっくりで遊びなんだけど、これもってシドからシドシドって始まるのと、ドシドシってあの始まるのと、あの真ん中にちょっとあの休符を入れて、休みを入れてやってみてください。トリルね、普通のトリル。今度はドから、これの繰り返しだから。リクリチョリピオ、これも。
して音程を正しく取っていく練習をしてください。この曲は対極だけど、その声を声じゃない、いつも声って言っちゃうの、息を、声はその最終段階で出る楽器だったら、チェロだったらこうやって弦で音をマーンって弾くのと同じだから、歌の場合声だよね、声だけど、その声がこの風に出るには息がちゃんとしてなきゃいけない。息に乗って歌いなさいっていろんな人言うけど、どういう風にするかよくわからないよね。で、息が軽くないとダメ、どんな曲も。だからこの曲はものすごく役に立ちます。伸ばしていって上がっていってみてください。ソプラノ、テノール、それからバリトンも同じだよ。バリトンもバスも同じことです。これが重くなっちゃうと歌いづらくなっちゃって、重くなるっていうことは喉咽頭、それから声帯に負担がかかるっていうことと、それからこの横隔膜のこのここでコントロールしてるこの、なんていうかな、腹の部分がうまく使ってないっていうことだと思います。今日はね、テクニックの話して、それから、これで おしまいなんだけど、今日は朝早く、郵便局に行きました。郵便局ね。郵便局は8時20分に開きます。で、今ね、イタリア人、の皆さんはバカンスしてるのであまりいなくて本当にいいんだけれども、郵便局にいた人たちは中国人、日本人、それからそのインド人、バングラディッシュの人でした。で、その中でその郵便局のね、ところでね、中国人の人たちがスマホを持ってビデオキアマータってビデオ通話っていうの、ビデオ通話をしてるんです。大きな声を出して。でね、そういうことがあってもね、イタリア人はあんまり言わないの。あれ言わないの良くないと思います。言わないの、言った方がいいよね。どうしても中国人の人たちってどうしてああいう態度なのかしら、まあ、中国ではそれが普通なのかもしれないけど、ちょっと違うよね。よそに行って、よそに行っても同じような態度にしてしまうって良くないですよね。大きな声でね。でね、みんな変な声してるの。それから、バングラディッシュの人、バングラディッシュの人がいっぱいいます。アフリカ人もいっぱいいます。もうイタリア人はさっき言ったけどバカンスだからいないの。それで、番号を札持って待ってるのね。で、幸いにも、すぐに私の番になったんだけど、そのローマの私の恩師に、送りたかったものがあったから、で書き留めで送りました。高いんだけど9ユーロ払って、郵便、イタリアの郵便の事情は大変悪いです。物なくなっちゃうんですよ、なくなっちゃうの。だからお金かかるけど、で中のね、物は何だったかっていうと、日本で買ったマスク、ほら何だっけ、ほら、いろんなさ、保湿マスク、いろんなのいっぱいいいもの売ってるじゃないですか、日本ね、ドラッグストアとかで。それね、ないんです、イタリアに。最近やっとあるけど、とっても高いの。だけど、松清とかさ、ウエシアとかとか、あるじゃないですか、お手軽な値段で、メイドインジャパンとか。あれをね、買って送ったんですよ。大したものじゃないけど、でも私としてはその彼女を思って、心から手紙を書いて、ローマまでちゃんと無事にいてほしかったから、お金高かったけど、それで書き留めで送りました。もうローマなんかもっとひどいし、ここは北イタリアだから、ベネツィアで機能してる方だと思います。だけど下に行くにつれてもうぐちゃぐちゃになっちゃうから、必ず郵便物は、大切なものは書き留めで
送っています。日本にもそうですよ。日本あのメイがちっちゃな時にね、イタリアのその子供の服とか靴とかとっても可愛いからカラフルで、それあの買って送ってたので、いつも書き留めで、だからすごいお金かかったよ。だけどね、一回だけあの書き留めで送んなかったの。そしたらね、もうどっかで消えちゃったの。届かなかったに、あの日本まで。そうするとものすごくね、あの悲しいから、もうお金かかっても書き留めで送っています。それであの送って、であの帰ってきて仕事があるし、レッスンとかがあるし、練習しなきゃいけないしと思って、もうね、あの人種差別っていうまた話題になっちゃうけど、もうね、バングラディッシュの人たちがいっぱいで、あの女の人たち、あのいっぱいこうほら顔もここまで、もう目だけだよ、全部覆って、ここもここも、その上からねサングラスしてマスクもかけてるので、全部あれで、あの何、化学繊維の服を着て、コットンじゃない、上から下まで手袋もしてるよ。本当にかわいそうだよね。で、男の人たちは半ズボンにあのシャツ、 T シャツとか、あれもいろいろ考えさせられます。もうすごい、もうね、同じなんかそういうものを見てると私ものすごく疲れてくるんですよ。あのいろんな国の人種の人がいてとても好きなんだけど、同じ民族だけ見てると本当に疲れる。それもさ、その女性としての意味わかんないよね。何、あの人たちのイスラム教の考え方、女性のに対する考え方ね。だからね、ものすごくあの気持ちが暗くなる。バングラディッシュの人、それからアフリカ人の人たちの態度が悪い。それとあといろんな中国人たちの態度が悪い。これはあの人種差別とかじゃないよ、本当のことだから。彼らがイタリアに来てなんでこんなに態度が悪いのと思います。人の国に来てね、そうでしょ。で、私の近くのマンションに、私の家はその何、あのビリラって言って、ビリラって言うとなんかすごく立派そうに聞こえるけど、普通のビラはビラなんだってば。あの自慢も何もかっこつけてるわけでもないし、ビラがあって、ビラね。で、そこが昔のベネツィア人のエンジニアの人が、120年前のエンジニアの人がね、住んでたんですよ、家族と一緒に。で、その人が売ったのかな、もうずいぶん前に、120年前、いつ売ったのか知らないけど。で、それが1階、2階、3階まであって、で、6世帯に分けられたんです。で、6世帯の私は一番上に住んでるけど、で、住んでる人たちは、1階が、あの、イタリア人の女性で、で、ご主人なんか亡くなっちゃって、3年前に。で、2人の娘さん。高校生と大学生の娘さん。ね、パオラっていう人。で、その隣、ま、あの、真ん中に、あの、お庭があって、でもう一つはあのイタリア人のね、おばさんが住んでたの。その人も売っちゃったの。売って、中国人に売って、中国人の男の人が住んでます。あんまり見かけないけど。で、その上に、中国人の男性の上に韓国人のファミリーがいます。お父さんとお母さんと、娘さんと息子さん、とってもいい人たちです。もう本当にソウル出身でとってもいい人たちです。いつもお世話になってて。それで、その隣にあのイタリア人の親子が、60代のお父さんと、30代かな、お息子さん、うち買ったので、イタリア人が来て嬉しいなと思ってたら、その人たち あれですよ、 B&B とかってあるじゃない、ベッド&ブレックファーストっていう、ほら、あの何、人に、観光客に貸す、あれになっちゃったんですよ。それでね、もう大変だった。入ったり出たり入ったり、もう本音、外国人たちがいろんな人種の無礼で開けっぱなしだとか、もう夜まで騒いでるとか、
もうパンツや下着はもうその外に干してあるとか、いつだったか赤いパンツが庭に落ちてたから、これあなたたちのってゲラゲラ笑って渡したけど、心の中はもう批判してますよ、彼らのこと。で、その上に私がいるの。もうね、態度がみんな悪いから、イタリア人も何人も態度悪い人間なんだろうね、そういう人のことを考えない。それで私は絶対に上に誰かいるのは絶対に嫌だと思ったの。で、私が住んでて、その上にテラスがあって、それは私のテラス。そのテラスが気に入ったんだけどね。それで、その隣、道を挟んだ隣に、ZOZO のマンション。これはマンション。60年代、70年代かな。で、ここはほら、ビラだから、普通のさ、屋敷じゃない。マンションじゃないから。普通のビラ、屋敷をマンション風にしたからこうなったけど、だからちょっと高いの、隣がね。そこね、イタリア人がいたんだよ。20年ぐらい前。1階が中国人の、小学校になってんの。彼らは普通のイタリア人と同じ小学校に行ってるけどね、やっぱりその彼らの文化とか中国語をちゃんと覚えてほしいから、親御さんたちがここに連れてくるの。で、それね、とても私は聞いてるのが好きなの。あいうえおじゃないけど、中国語のあいうえおを教えてて、中国語を勉強してるの。それはすごく聞いてるの、楽しいんですよ。で、私も教師してたから、そういうのすごい子供の声とか好きなのね。それがその人たちでしょ。で、その上に中国人の家族が。その人たちはものすごいね、働き者。で、静かなの。で、その隣にイタリア人のファミリーがいる。そのイタリアのファミリーの、旦那さんが建築家なんだけど、すごい言葉が悪くて、性格がきついの。だから昨日なんか知らないけど、すごく怒ってるのが聞こえて、窓みんな暑いから開けてるじゃない？なんであんな大きな声で怒るのかなって思うほど、聞いてられないも嫌なの。ネガティブなさ、エネルギーの言葉がこっちに飛んでくるから。で、その上に、今度はまた中国人の、なんだかね、よくわからない、いっぱいする。中国人の人たちって、なんだかいっぱいいるんですよ、何人か。そこを、お母さんと、中国人のお母さんと娘さんが買った家を、なんか知らないけど、中国人の人たちがいっぱい住んでる。だけどね、静かなの。彼らは彼らの、人生を歩んでるんで、静か。その隣、中国人なんだけど、もうみんな中国人だけど、いいとか悪いとかはね、その別にね、悪く考えないでね。いや、性格が悪い、態度の悪いのは人種関係ないから。6人子供いるの、6人。6人子供いて、朝から晩まですっごいの。大騒ぎ。まだ幼稚園みたい。それで、冷房とかかけないみたいだから。で、そのお母さんだったかおばあさんだったか知らない女の人いるの。それでみんなの噂だと、その人はおばあさんって、祖母ってなってるんだけど、お母さんどこにいるの？はてなマークなの。別にいいけど、彼らの都合だから。で、そのおばあちゃんが、祖母さんが、もうすっごいね、大きな声でね、子供を叱るんですよ。それがね、朝から晩までのもう聞いてられない。なんであんなにかわいそうと思うほど。だけど子供はめげるのかもしれないけど、毎日のことで、いつものことだと思ってるのかもしれない。だけど長男が、あの子はね、中学校になるのかな？もう大きな声。もう聞いてられないから、窓開けてられないの。で、その人たちがいて、で、その上に、学生さんたちがいるの。イタリア人か何人か知らないけど、欧米人の学生さんたちがいて、その隣に、夫婦がいるの、イタリア人の。フランチェスカと彼女のご主人。もうここが、もうこのマンション、最悪って感じ。もう開けてられないの。だから早く冬になってほしいなって思うけど。それで、フランチェスカはとってもいい人なんだけど、そのさ、カーペットあるでしょ、カーペットを窓の外からこう出して、彼らのゴミをボン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 ってやるの。もう耐えられない。
耐えられない、これが これがあの私の近所、こっち側、玄関がこっちで左側の人たち、もう大変ですよ。これがね、今日の今日のあのブログのようなイタリアのその私の珍道中の話でした。じゃあ皆さん、ちょっと長くなっちゃったけど、聞きたくない人はね、聞かなくていいからね、あのこれやって練習してみてください。とっても役に立つから。難しくないよ。難しくやっちゃうと難しくなっちゃうから。じゃあね。ありがとう。チャオチャオ。